はい、皆さん、おはよう。はい、今回もやってまいりました。後輩の突撃隣の挑戦者、店内でみんなが挑戦者の企画が始まりました。まあ、今回は、まあ、とりあえず説明の文章の分だけ、まあ、最初に冒頭に入れてもらおうということで、まあ、今から始めるんだけど、まあ、どういうルールかと言いますと、まあ、ゲーム代金は、まあ、後輩推し、まあ、僕推しですね。で、勝ったら景品でゲット、負けたらチャンネル登録していただくっていう、そういう質問です。え、それそうそういう企画です。まあ、今回に関しては、まあ、前回その動画内で言った通り、一般の方に募集かけてやってますんで、まあ、またぜひぜひやっていきますんで、応募していってくださいってわけで、今から対戦始めます。いくよ。とやってまいりました。なんだっけ、突撃隣の挑戦者で、今回の挑戦者はこちらです。どうぞ。はい、こちらの女の子です。そんなわけないでしょ、さすがに。どうぞ。こんにちは、よろしくお願いします。私挑戦者かとちょっと思った人は、まあ、申し訳ないですけど、まあ、お母さんが挑戦者です。はい、でルールの方はご存知ですかね。はい、知ってます。まあ、順番にプレイして、まあ、先に取れた方が勝ちっていう、まあ、シンプルなルールですので、はい、まあ、気楽にやっていきましょう。楽しんで、はい、すみません、自己紹介だけちょっと忘れてましたんで、はい、自己紹介の方だけお願いしてよろしいですか。はい、うるままでーす。はい、うるままさん。うるちゃんでーす。うるさん、うるちゃん。うるちゃんでーす。よろしくお願いします。というわけで、まあ、順番やっていくわけなんですけど、はい、まあ、そこはもう男らしく、じゃんけんで。男らしく。男らしく。こっちは女らしく。女らしく。はい、じゃんけんでしましょう。はい、じゃんけんで。どっちがいいですか、先攻か。高校で。はい、わかりました。じゃ先攻いきます。やっていこう。見てください、今回こちら電話です。今まで挑戦したことがない商品で良かったです。まあ、ちょっと今回はね、もう僕は本気でいきますんで、もう怖いで、頑張る。いや、ポールに当たった。次行きます。あ、ちょっとずれた。ちょっと悪くないです。まあ、ウルマロさんちょっとね、お子さん抱えていらっしゃるんで、ちょっとハンデかなって思うんですけど、はい、そこら辺は関係ないと思います。頑張ります。じゃあ、ウルちゃん何歳ですか。今1歳9ヶ月です。9ヶ月。あ、怖がってない。大丈夫ね。あ、うまい。これはなかなかの重さがまた来たんじゃないですか。怖いな。物おじせず頑張っていきましょう。プレーネオデックとか長いんですか。わ、結構昔から好きでやってたんですけど。何ですか。私プレーンゲーム3級達人持ってまして。あ、持ってますね。持って一緒じゃないですか。そっからもうハマり出して毎回、はいはいはい、お財布のお金が飛んできます。そこら辺もちょっと経済的なことになってるね。うるちゃん、足当たっちゃってる。足当たっちゃってる。それ、プレイになりますか。プレイになっちゃう、大変。あー、すごい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 。この瞬間がドキドキだね。お、いや、これか。あ、もうちょい。頑張ってこう。そっか、サンキュー持ちっすか。サンキュー持ちです。ってことは、まあ、同等ぐらいですかね。まあ、僕は2級落ちたからですけど。どうだ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 。あ、あるかな、あるかな。間に入れたい、あ、いいですね、確かに。頑張ろうね。あ、ないない。あ、この瞬間がドキドキだね。あ、食べ込んじゃった。あ、ちょっと間入れれなくなっちゃったかな。どうしよう。手前が狙いましょう。よしよし。あ、ちょっと近いんか。あ、これ動かないな。よかった。もちろんやりたい。もちろんやりたい。やりたいね。ちょっと待ってね。ちょっと待って。ハプニング、ハプニング。やりたい、やりたい。でも形にはだいぶ作れてきてるんですよね。お願い。よし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 。ここは奥目で行きます。ちょっと遅れなかったね。動けー。ちょっ
捕まえてないか。あら、厳しい。難しい。あれですか、毎日僕の動画見てくださってるの。毎日見てますよ。めっちゃ嬉しいですね。もう大ファンです。あ、止まっちゃった。最近はね、カメラマンさんもね、出演してるようなもんで。カメラマンさんも、はい、こういう方でした。コメントが面白すぎて爆笑してすぐ、すぐボケたがる人なんで。あのゴミ箱の会は爆笑しました。あれは僕も神会だと思ってそんな目がくらむ商品が今まで残ってたなすごい。できたらいいなって思ったんだけど、左側だけ上がっちゃったらなんて思って。右は出てる。頑張る。この瞬間がドキドキだね。あー難しい。というわけで、ちょっともう勝負がもう自利品になってきたんで、一回初期位置に戻してもらいました。はい、ここからもう一回頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、もうなんか勝負延々よりとりあえずもう取ろう。取ろう。もうとりあえず取ろう。勝ち負け関係ない。取ろう。とりあえず。なんかここで奥狙ったらまたさっきと同じことになりそうだな。怖いな。やっぱ手前狙おう俺。あ、ちなみにこれ電話だとずっと僕思ってましたけど、これレジですずっと受話器だと思ってました。あ、うまい。あ、笑ってる。よいしょ。あ、一緒にしてな。あ、これちょっと持ってたらね。うん、動け。おお、まず、まだよかったよかった。なんかワンチャン一発で取れられそうだ。ウルちゃん飽きてる。飽きてらっしゃいますよ。やばい。おー、どうした？なんか奇跡が起こるみたいな。これでガンって。この手伸ばして。いい、これはこんなにやったの。あ、でも下がちょっと行ってないか。あ、この調子でもうちょっと。え、これどこ行ったなってこっちで、こっちで。あ、どうやっちゃったー。落ちたー。え、すごくない今の落とし方。落ちたというわけで、電子レンジで取れ。負けちゃったー。いや、まあ、ちょっとね、時間もかかっちゃってね、まあ、勝負長引いちゃいましたけど、まあ、なかなかやっぱいい勝負でしたね。途中、毛穴くみたいになりましたけど。すごく長かったんですけど、でも大ファンの宇宙人後輩さんと対戦できてよかったです。楽しかったです。ありがとうございました。いや、まあ
はちょっとね、まあ、今回僕勝っちゃいましたけど、まあ、ぜひぜひね、まあ、これからもクレーンゲーム、はい、応援してください。クレーンゲームと、はい、クレーンゲームも楽しみつつ僕の動画を楽しんでください。今日本当に動画出てくださってありがとうございました、はい、というわけで、まあ、今後もね、応募していきますんで、僕と勝負してる方はどんどん応募していってください。というわけで、中心コアでした。ブルちゃん、ママでした。バイバーイ。バイバイ。でーす。皆さん、チャンネル登録は済みですか？もしこの動画を気に入ってくれたら、下のチャンネル登録のアイコンまでクリックしてください。あと、コメントや高評価もぜひお願いします。